はい、ということで今回はレトロバイクエストレアですね。結構初期の方の型を手に入れました。多分ね、納車する時の動画を上げてるはずなんだけど、上げてないかもしれないんで一応言っとくと、割とこうね、古めかしいものが好きなので、バイクも古めかしいものをちょっと入手したいなというところで入手したところです。はい、まあ、ちょっと紹介で納車状態紹介します。はい、まずはですね、こちらの車輪、いい感じのスポーク錆びてます、ね、危うく自分が映っちゃいそうな銀ね、メッキパーツ、メッキっていうかこれは多分ステンだよね。もうサビサビなんですけど、まあ、磨いたり残したり、残しとかないとね、質感が損なわれちゃうんであれなんですけど、はい、ここまず前輪タイヤですね。いいですね、このパーツが。ここだいぶ、キンキラキンでいいです。で、続いて、ヘッドライト。まあ、これはですね、この辺ちょっと映っちゃうけど程度良好な感じですね。期間良好ってやつかな。見栄えはね、もう多少この日に焼けたりとかしょうがないです、まあ、ありましたけど、大体2万5000キロぐらいの車体なので、まあぼちぼちなところ。これはなんか納車するときちょっとね、ナビ使いたいんでクリップつけましたね。で、次がタンク、まあ、タンクすごい綺麗だったんですよね、まあ、すごい大事にオーナーさんが乗ってたんじゃないかなと思ってますね。ツヤツヤのテカテカっていう感じで、そうそうそう、このフォルムがいいですね、非常にいい。次はシートですけど、シートがですね、これです。ダダン、破れてるっていうね。これはもうスポンジを入れ込んで、このもう革得意なんで、もうこれは合皮でね、純正品が多分合皮なんですけど、本革で修理しちゃえばかっこいいかなって思ってます。で、後ろに繋がってこれも破れてた。まあ、これツートン残したいよね。この白と黒っていうバイカラーが結構おしゃれですね。いいですね。はい、でギアのタイヤも、なんかね、タイヤがね、ほんとラッキー車両で、もうすごい格安で手に入れたのに、このご時世ね、バイクが高いっていうご時世に。なんかね、まだ、ちょんちょんってね、この、新しいタイヤについてる、ちょんちょんがついてるとかね。ラッキーです、本当に。車体も能力値は高いし、全然ね、良かったです。で、スポークとかも、マフラーもいい音しますので、後でかけてみましょうかね。で、こちらがエンジンです。エンジンが一番肝心ですね。いい錆びですね。キャブのところ錆びてますね。で、これをツヤツヤに磨くと、まあ、エンジンは綺麗な方がバイクはかっこいいと、過去のバイクもそういうね、いじり方をしてますので、まあ、マフラーなんかはね、そんなにいじらないかな。まあ、この辺、ちょっと磨けば光りそうな、ね、光沢。アルミ使ってるんですかね、多分ね。そう、まあ、これが、ね、短気筒ですかね、はい、あと見るとこいっぱいありますので、まあ、おいおい修理しながら乗るっていうか、レストアですね、いわゆるね、レストア動画にそのうちになると思いますが、ぜひともよろしくお願いいたします。エストレアちゃんですね。はい、まあ、これ反対側なんですけど、まあ、綺麗ですよね。ちょっと本当に磨けば、なんかピカールとかなんとかっていうのありますけど、磨けばいいんじゃないかなっていう感じですね。で、面、後でここを開けて確認しますので、ちょっと動画提供したいと思います。はい、ということで、まあ短い動画で申し訳ないのかいいのかわかんないですけど、まあ、こんな感じでね、エストレア入荷しましたので修理しますよという予告動画になっております。まあ、イプマンの方ではですね、こういったなんかレトロものだったりとか、まあ、なんとかすれば長く使えるっていうものを扱って、ね、自分が好きなので、ね、これをちょっと修理していくような、まあ、カメラだけじゃなくてこういうのもいろいろありますので、お楽しみをお届けできるかなと思っております。はい、ぜひね、このエストレアです。また、このチャンネルも
ご視聴いただきました、ぜひチャンネル登録といいね、グッドボタンを押していただけると誠に励みになります。またよろしくお願いします。はい、以上イブアン TV ひろきんスカイウォーカーでした。バイバイ。